くそ、ただのダメやつ、急に乗り込んできて、大谷ジョージ、知らねえよ、どこの団体だ、PPP、もっと知らねえんだよ、今日はな、ちょっとバックし、深く取ったけどな、俺たちバグズミューテーション、すげえもう手に入れたんだよ、なあ、ちっちゃ、おい、この、チチャリーと正気が、初めて、足引きを成功させたぞ、おい、ちっちゃ、一回目失敗したけど、もういいんだよ。なんだよ。そんな話は足引き。どうでもいいんだよ。足引きなんて。どうでもいい。どうでもいいんだよ。どうでもいい。大谷翔平。おい。俺は今までな、結構打撃に自信があってやってきたけど、あんたのチョップが食らって、俺はまだまだだと思ったよ。でも俺は気持ち、心も折れてねえからな。気持ちも折れてねえしよ。おい。次は。あんたが気持ち折れるまで俺がチョップし続けるからな。熱い足引きあんなに練習したのに、もっとちっちゃには教えることがたくさんあるんだよ。おい大使、今夜し初強いのに DKB 今夜し初カルタだ。大使ですこのホテルですよ。大使ですこの声出して、ホテルは騒いでいいもんだから。チョップがいいって聞いてたんですよ。おう、来てください。無傷です。ちょっと待って、おい、全然無傷じゃない。こんなんでいいのか、おい、シャリート、おい、聞いてんのか、おい、おい、こっち無傷だぞ、おい、また胸貸してやるよ、言葉通りな、おい、そういうことだよ。あいつの胸見てよ、もうびっちゃびちゃ、おめびっちゃびちゃになってるじゃん、おめぇ、やべえよ、おい。大谷さん、どうでした。おい、大谷君か、ジョージと、はい、初タッグ、最高に楽しかったよ。どう見ても、陽キャタッグだろ。次、呼ぶ機会があったか、俺たち二人タッグで呼べ、この野郎。よし、だろうね。ワニオさんよ、終わりだよ、これで。俺が負けました、それで終わり。もう、二度と来なくていいよ。お前は、もう呼びじゃないぜ、リオは。そういうことや、トーナメントも、どうせ一回じゃ敗退やろ。バリオンも、吉野も、ああ、俺優勝するって決まってんのよ。そうだ、俺らルールで決勝だな。そうだ、そうだ、そうだな。でも俺が優勝するけどな、そこはな。おい、まあ、俺が優勝するけどな。そうだね、まずこのカードを組んでくれた、スイダメさんに感謝します。個人的にちょっと、まあ、いろんなことあってね、なかなかちょっとスイダメさんに上がるの遅くなってしまったんですけど、会員会同情時代から絵になる、まあ、あえて大学で教えてもらいますけど、試合して、まあ、こうして今回、吉野君と組めてありがとうございます。で、まあ、これからまだ、ね、トーナメントとか、ね、大事な試合も続くし、まあ、俺も、ね、できたらベルトとかも、ね、絡ませてもらいたいんで、よろしくお願いします。今日ありがとう。決まりました。じゃあよろしく。よし、これで一区切りだよ。次はトーナメントだよ。俺はよ、今年が勝負だよ。やってやんぞ。おい、2W トロピカルが初参戦、最後誰も肩貸してくれなかったよね。はい、あんだけ笹村あやめを感じたけど、あんなんじゃ足りない。私はもっともっと笹村あやめとシングルがしたかった。この4年と8ヶ月間、今日の日をどれだけ待ったか、多分笹村あやめは分かってない。だからこの決着がつくまで、今度は 2W 道場でも何でもトロピカル乗り込んでやる。トロピカル応戦してやる。トロピカルヤッホー。ジョーリーユナ、勝ちきれませんでした。なんかデビューした年は違うけど、4ヶ月しか変わらない同期のような存在。シングル初めてしたけど、明るくて熱いプロレスをするいいやつじゃないか。フリーになって大変なこともあるかもしれないけど、 2W というかね、 2W のお客さんもユナも求めてる感じがあったから、
また上がってほしいし、次こそ笹村あやめが勝ってやるからな。覚えとけよ、絶対勝つから、次こそやってやる。アクティブアドバンストーナメント始まるよ。うん、今日の試合アクティブアドバンストーナメント、まあロードトゥーってついてるからにはしっかりとね、今日結果残して、うん、トーナメントに迎えたかったんだけど、うん、まあ可もなく不可もなくって感じかな。うん、まだ全然全然トーナメントまでね、1ヶ月弱、半月ぐらいか、うん、あるんで、まあ俺は俺なりにいろいろと考えてトーナメント、うん、一つでも多く勝つなんてことはなく優勝を目指していくんで、応援よろしくお願いします。いや、久しぶりに同期との浅川もがみとのタッグ楽しかったよ、楽しかった。まあ久しぶりやから誤爆もあったけど、まあタッグマッチならそういうこともあるやろ。まあそれを乗り越えてよく最後取ったよ浅川、さすがやなでもな、今日横に並んでお前たちのコンディションを間近で見て分かったよ、トーナメントで俺がお前らより下に行くことはないな。あっ、そいった、何やあいつ、あくそ、うん、それにしても勝ったはええにしても、何やろルール上というか、なあ、この試合構図がマッチでわけわからんしさ、ああ、なんだ、なんだ、トーナメント前哨戦みたいな、ロードトゥー、ふざけやがって。ああ、それにしても、ああ、自分のコーナーに寄った一人がムカつくわ。ああ、あいつはトーナメント勝ち上がってきたら、とことんまでぶちのめすからよ。マジ格好しろよ。めっちゃムカつくねん。くそが。ああ、グッドバイブスにキックアス決戦後、初のテントマッチ。俺たちのユニット名通り、黒星になっちまったな。でもよ。これで終わりじゃねえから。花見、行け。お前たち、体ってこれほど気持ち悪いって、そうはいねえよ。中松。何でも取りってやるぞ、どんどん取りってやるぞ、早め逃げる、それまでまだベルト持ってるよ、おめえ、よーし、やったなー、勝ちました、勝ったよ、最高だ、ありがとう、ありがとう、若松、前哨戦で散々やられたかもしれない、今日はこうやってタイトルマッチで、俺が勝ったってことは、直接勝ったってことは、俺の方が強いってことだ。まだあるだろう、でも。次、もうシングルもある。まだまだ俺たちでこのリング熱くしていくぞ。そうだ、ニキが今日、若松に一回返したね。こうやって俺たちはこのベルトと共に、どんどん強くなってってやるから。そして、まあ今日、誰も挑戦者、次の挑戦者来なかった。来てない。まあでも、それは、まあ仕方ないかもしれない。だから、俺たちが次、指名したいところなんですけども、11月はなんと、トーナメントだよね。そうですね。それで、今一番、というやつを決めるトーナメントだよね。そこにもちろん、我々も、そして今日、防衛したってことは、タッグ王者として出るわけだよ。タッグ王者としてもだよ、強くなくちゃいけねえだろ、チャンピオンなんだから。アタックチャンピオンだけど、シングルでもいけるってところを見せたね。で、私とあなた、ブロック違うでしょ。
そうですね。まあ、どうせだったら、まあ、もちろん、ね、このトーナメントもやっぱグレンが中心となってくるだろう。でも、どうせだったら、俺はお前と決勝やりたいな。そうですね。おやりましょう。お絶対勝つ。よーし、勝って。俺たちで、タッグ王者で、しっかり決勝戦やって、俺が優勝する。何負けるぞ、てめえ。俺が優勝する。笑ってやるか、お前。おい、今日から敵か、この野郎、味方か。おー、味方か。あわしも言語強っ。なんだろうな、力とかスピードとか技じゃなくて、これじゃ何かが圧倒的に足りないですね。懐の深さ、あら強えわ。そのなんか圧倒的な差は精神力なのか何なのか、それは分かるね。あれには勝てない気がする。でもここで諦めるわけにいかないんでね。今日は頑張ります。でも何一つ諦めない。いいよ。やっぱよ。2AWの連中とは戦い方ってのも違うしよ、はあ、きついわ。左耳全然聞こえねえよ今、はあ、完全に破れてんな、はあ、頭もクラクラするしよ、はあ、肩も痛えしよ、足も痛えしよ。やってくれんじゃねえかよ、はあ、でもな、はあ、このベルト2つとも俺の手元にあるぞ。おい、はあ、まず 2AW よく食べてた。誰も名乗り上げねえっつうならよ、次のトーナメントだな、とりあえずは、はあ、だけどよ、言いたいことあるぞ。何のためのトーナメントだよ。おい、説明してみろよ。なんでみんなトーナメント待ってんだよ。今名乗り上げだよ、挑戦者にそのまま行けるのによ。誰も来たからなめんなっつうんだ。そしてこっちへ、レジェンド王座も防衛したよ。スーパータイガーぶっ倒して、マスターハヤトぶっ倒して、あと誰かいんのか、おい、ストロングスタイルプロレス。誰か所属いたか、誰が来んな、次。誰も来ねえならよ、引き続き、ストロングスタイルは俺のもんだ。ストロングスタイル名乗っていいのは俺だ。てめえらじゃねえんだよ。俺がよ、このベルト、二つのベルト王者として、次のトーナメントも望んで、ああ、そうだな、リンク上で言った通り、俺が優勝しなきゃいけねえよな。あと最後にやっぱ言っとかねえとな。声援 OK っていうのはやっぱいいね。黙ってたけどよ、言いたくてもよ、黙ってたけどよ、俺はよ、声援がないとよ、 100%、 120% の力が出ねえんだよ。この2年3年なんか試合に力出ねえなってずっと思ってたよ。こっからだよ。お客さんがよ、ルール守ってよ、声援送ってくれたらよ、俺はもっともっと強いマスの言語で入れるし、 2AW の他の連中も他団体のレスラーたちもみんなもっと力出せると思うぜ。もうちょっとだ、もうちょっと、もうちょっとだけみんなルール守って我慢してくれ。今日はそれだけは言っておきたいんだ。